DDT プロレスが9月8日、愛知、名古屋国際会議場イベントホールで、友情、努力、勝利員名古屋2024を開催した。秋人が29日の後楽園ホールで、勝又春馬の持つ DDT エクストリーム王座に、代名詞の蛍光灯一本デスマッチで挑むことが決まった。今回はシングルではなく、タッグでの特殊ルールとなる。 動画、秋人が勝又を認めているからこそのバージョンアップルールを提案第4試合でサウナカミーナの上野勇気勝又、2Y 組が秋山純、大石真子と秋冬組と対戦。試合は一進一退の攻防となったが、勝又が整えスプラッシュを投下。カバーに行ったところを体勢を入れ替えた秋人が巧妙に固めてピンホールをダッシュ。これにより、いつでもどこでも挑戦権。 が勝又から秋人に移動試合後、秋人はいつどこの講師ではなく、勝俣のベルトに通常の挑戦を表明。エクストリームのベルトはルールありき。勝俣くんとやりたいルールがあって挑戦を表明した。そのルールは今日、この会場ではできない。やれる場所は後楽園で勝俣くんとなら、いい試合になる。だから29日の後楽園で挑戦させてください。 秋人とアピールそして、秋人は、もっとスリリングにしたい、として、蛍光灯一本タッグデスマッチを提案。それぞれパートナーを探して、勝又 &XVS 秋人 &X の形で行われる。この試合形式はリング上に蛍光灯が一本用意され、それを割った選手が敗者となり、秋人は名勝負を繰り広げてきた。 王者、挑戦者の各パートナーも試合権利を有し、王者、勝又のパートナーが勝利の場合は王座防衛。挑戦者、秋人のパートナーが勝利した場合は王座ダッシュとなる変則ルール。王者、勝又のパートナーが敗北の場合も挑戦者、秋との王座ダッシュ。挑戦者、秋とのパートナーが敗北の場合も王者、勝又の防衛となる。バックステージで秋人はいつでもどこでも挑戦権。 があろうがなかろうが、勝又くんに勝ったときは言おうと思ってました。勝又くんは次を担う人間で、エクストリームといえば勝又春馬という心まで来ているから、だからこそ僕はこのルールで挑戦したかった。勝又くんとならめちゃくちゃいい試合ができると思う。バージョンアップして、タッグにしました。タッグにすることで、このルールが何倍にもなると思っている。スリリングな試合をして、 ベルトを僕の腰に戻したいと思います。ときっぱり。